はい、皆さんこんばんは。今日も杉戸ゴスペルカフェ福音喫茶を始めていきたいと思います。神様を褒めたたえる賛美という歌を歌っていきたいと思いますが、最初に君は愛されるため生まれた、イ・ミンソプさんという方が作詞作曲してくださいましたが、これを歌っていきたいと思います。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。君は愛されるため生まれた、君の生涯は愛で満ちている。永遠の神の愛は我らの出会いの中で身を結ぶ。君の存在が私にはどれほど大きな喜びでしょう。君は愛されるため生まれた、今もその愛受けている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 。今もその愛受けている。続けては輝け主の栄光、シャインジーザスシャイン、この歌を賛美していきたいと思います。愛の光輝き、暗闇を照らし出す我が主イエス、世の光自由を与えるしか命を
たまえ愛の光輝き暗い闇を照らし出す我が示す夜の光自由を与える力確実に春に向かっての芽生えと成長があります、賛美歌21の中に入っている曲の一つですが休校の中にはこの歌を賛美していきたいと思います。歌詞がとっても力強い素敵な歌です。休校の中には花が秘められさなぎの中から命羽ばたく寒い冬の中春は目覚めるその日その時をただ神が知る沈黙はやだって歌に変えられ深い闇の中夜明け近づく過ぎ去った時が未来を開くその日その時をただ神が知る命の終わりは命の始め恐れは信仰に死は復活についに変えられる永遠の朝その日その時をただ神が知るその日その時をただ神が知る朝起きて一番最初に私はデイリーブレッドというですね、聖書の短いメッセージとか体験談が書かれているデイリーブレッドというものをスマホでそのアプリで読んでおるのですけれども、人生の海の嵐にという曲が、紹介されておりました。人生の海の嵐に福音賛美歌では443番、これまでは聖歌の中にも入っておりましたがこの歌をぜひ歌っていけたらと思っております。人生の海の
しきなり神の手により命拾い知る愛しすてき港につき我は今安の救い主イエスの手にある祝いとも安し悲しみと罪の中より救われし英語では In Christ Alone という歌なんですけども、日本語では私の望みは主イエスだけにある。歌詞がとても力強い素敵な歌です。4番までありますが、これを賛美していけたらと思っております。私の望みは主イエスだけにある。揺るがぬ礎、まことの光よ、その高き愛と常しえの平和、まことを慰め、すべてとすべてよ。この世に来られた神の一人子は、
に満ちておられる主、十字架の苦しみ、御神の怒りをそのみに追われて人救われた。闇よりさまよう世界を照らして、輝く栄光をイエスのよみがえり、主イエスの勝利に死の棘おられて、尊い血潮は私をあがらう、恐れは消え去り、罪は許さ、私の歩みは御手の中にある、この身をイエスより離すものはない、終わりの時までイエスにより頼む、この身をイエスより離すものはない、終わりの時までイエスにより頼む。続けてはスティールを静ま
メッセージの前にもう一曲賛美を捧げましょう。約束の地へ。一緒に耳を傾けていきたいと思っております。短くお祈りしましょう。天にいます私たちの父なる神様、あなたはすべてのものの作り主であられます。私も愛するためにあなたが作ってくださいました。海も大地も植物も動物も山も川も、そして月星太陽、この地球、すべてのものがあなたのデザインのもと、あなたの創造の力によって存在へと招かれ、それが今も保たれております。すべての生きとし生けるものの命の源である主よ、今日も生かされていますことをありがとうございます。それぞれの一週間の旅路をここまで守ってくださったことを感謝いたします。今私たちは金曜日の夜を迎えております。いくつかの都道府県では緊急事態宣言が続けて出されておりますが、2月7日に解除できる見通しが厳しいところもあります。どうか神様、速やかに
この新型コロナウイルス感染症をとどめてくださり、これ以上の広がりをあなたが抑えてくださることを、速やかな収束へと向かっていくことができますように導いてください。主を語りください。しもべは聞いております。聖書の言葉を通して私たちの心にあなたが語りかけてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。ジャーニーオブビリーバー16回目になりますが、試練の時そんな題をつけました。聖書をお持ちでしたら、旧約聖書の創世記、聖書の一番最初の書物ですが、旧約聖書の創世記の22章をお開きください。創世記22章1節から14節、今日読み進めていきたいと思っております。起承転結で4つの部分に分けます。まず木の部分を読んでいきたいと思います。1節2節です。創世記22章1節から2節編にします。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。今日耳を傾けたい聖書のメッセージの一つ目の木の部分ですが、これらの出来事の後と語り始められています。少なくても25年、四半世紀の出来事の後です。皆様はもしかしたら10代かもしれませんし、また20代かもしれないし、30代かもしれません。あるいは40代の方も見てくださっているでしょうか。50代、60代、70代の方も歓迎いたします。80代以上の方々も歓迎いたします。それぞれにこれまで歩んできた人生の道のりがあります。その一切合切を全部含めて、その全ての出来事の後に神様はアブラハムを最終試験、試練に合わせられます。神様は人生のさまざまなことを通してテストをなさいますけれども、最終試験が今日のところであるかと思います。一番難しい、無理難題に思える、そのような問題が出てくるのであります。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた。旅の暮らしが始まって25年経って、そしてやっと約束の子、一人子イサクが与えられて、75歳で旅を始めて100歳で一人息子を授かった。そしてその一人息子がだいぶ大きくなってきた、そんな時であったかと思います。これらの出来事の後、神様はアブラハムを試練に合わせられたと思います。どんな試練だったのでしょうか。まず呼びかけがあります。いつでも神様の呼びかけから始まってまいります。人生の主導権は主なる神様にあります。私たちは自分で生まれてきたわけではありません。神様に生まれさせていただいた、生かされている。神様が私たちの命を始めてくださり、神様が私たちのこの人生の旅を始めてください。神様の招きがなければ何も始まりません。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、そうです、聖書の神様は名前で私たちを呼んでください、名前で呼びかけてください、そういう方です。アブラハムよとこの時も親しく呼びかけがありました。彼ははい、ここにおりますと答えます。長い間の信仰生活の中でずっと共に歩んできた、その神様と共に歩んできた中で、本当に、
親しい関係にあります。はい、ここにおりますとすぐにアブラハムは神様に申し上げております。ところがその後の2節をご覧ください。神は仰せられます。アブラハムよ、あなたの子、あなたが愛している一人子イサク、あなたの子、しかもあなたが愛している一人子のイサク、本当にたった一人の愛する一人息子であります。その一人息子イサクを連れてモリアの地に行きなさいというんです。現在のエルサレム、そして今はイスラム教の、あのドームとかが建っているような、やがてそこで主イエスキリストが十字架に貼り付けにされて殺されていったその場所だと言われます。カルバリとかゴルゴラと言われるそのようなモリアの地に行きなさいというのです。そして私があなたに告げる一つの山の上で、山の上に登って彼を、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを全焼の捧げ物として捧げなさいと神様は命じられたわけです。アブラハムは自分の命を捧げようと言われるほど、それよりももっと難しい問題だったと思います。自分が命かけても守りたいその息子の、一人子の息子の命を捧げ物として捧げなさいと神様が命じられたのでありました。これがアブラハムにとっての人生の最終試験の問題でありました。さあ、その神様の命令にアブラハムはどのように答えていったのでしょうか。章の部分見てまいりましょう。3節から6節続けて読みいたします。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き火を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。三日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それにアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をしてお前たちのところに戻ってくる。アブラハムは全焼の捧げ物のための焚き火を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。この時、信仰的にも成熟していた、信仰的にも成人していた、成長していたアブラハムさんは、即座に翌朝早く、神様の命令に聞き従おうといたします。翌朝早くアブラハムがロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて出発します。全焼の最後のための薪を、焚き火を割っていきます。そしてこうして彼は神がお告げになった場所に三日間の道のりを旅します。三日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えます。アブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていてくれ、ここにいてくれ、私と息子だけがあそこに行って礼拝をしてお前たちのところに帰ってくると、そんなことを告げて、アブラハムは必要なものと一緒に、息子イサクと一緒にその山へと登って、起承転結、天の部分、7節から10節のところを読みいたします。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き火はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。
我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いたとき、アブラハムはそこに祭壇を築いて焚き木を並べた。そして息子イサクを縛り、彼を祭壇の上の焚き木の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子を送ろうとした。いろいろな有名な画家が、何人もの画家がこの場面を絵にして描いております。まずイサクはお父さんに話しかけました。お父さん、なんだ我が子よ、尋ねます。火と焚き木がありますが、肝心の捧げ物はどこにありますか？全焼の捧げ物にする羊さんはどこですか？当然の疑問です。そこでお父さんのアブラハムは答えます。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるんだよ。そんなやりとりの中で二人は続けて進んでいって、その山の上に到着します。神がアブラハムにお告げになったその場所に彼らが着いたとき、アブラハムは黙ってそこに祭壇を築き、焚き木を並べていきます。そして何ということでしょうか。その愛する一人息子イサクを縛ります。手足を縛って、そして彼を担ぎ上げて祭壇の上の、その焚き木の上に乗せたいのです。さらにアブラハムは手を伸ばして刃物を取ります。そして息子をためらうことなくほくろうとして、その刃物を振り上げたと思います。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほくろうとします。結論の部分11節から14節のところを続けて見てまいりましょう。その時主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言われた。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。アブラハムが目を上げてみると、見よ、一匹のお羊が角を藪に引っ掛けていた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げた。アブラハムはその場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も死の山には備えがあると言われている。20歳から2007年まで私は愛知県の豊橋市というところにいましたけれども、そこの隣にはですね、もうすぐ静岡県の県境なんですよね。その為峠という峠を越えたりしますと、すぐに浜名湖が、空港名義の浜名湖が見えまして、そしてその浜名湖のところですね、千畑という天竜浜名湖線の駅がありまして、そこからちょっと入っていた山の上にですね、浜名湖バイブルキャンプ HBC というバイブルキャンプ場があります。松原湖と並んで海の浜名湖と言われるキャンプ場です。今のキャンプ場の剣道式にも行きましたけれども、それ以来一度も行ってないんですけども、また機会があれば行かせていただけたらなと思いますけども、その昔のチャペルの時代ですね、私が大学生の時に、もう夏に春に何度も何度も足を運んで、最初はギターのお兄ちゃんをやったりとかですね、そのうちにグランドワーカー、いろいろ下働きというか、縁の下の力をしていろんなものをプログラムを裏で準備をして進めていく係をしたりとかですね、ある時にはキッチンワーカーで、検査をしてですね、ちゃんと衛生的な検査もして、でちゃんとそして台所に立ったり、また配膳をしたり、食材を運んだり、いろんなこともいたしました。
カウンセラーもさせていただいたりしました。中高生キャンプに主に奉仕をさせていただきましたが、特に小学生キャンプで奉仕をさせていただきました。そのキャンプ場のところに、確か2階の階段に、階段上がって2階に上がるとですね、その上がったところに掲げられていたかと思いますが、この言葉、主の山には備えがあるという、この創世記の22章の14節の言葉が、その HBC 浜中バイブルキャンプの旧シャペルの中に、その御言葉が、その聖書の言葉が掲げられておりました。それを見ながら大学生活をし、またさまざまな形で信仰が養われていきました。旧東海ブロックと言われておりましたが、東海地域、静岡、愛知、その辺の教会がですね、本当に力を合わせて、キャンプ場を、整備したり運営しておりました。本当に一つの教会ではなし得ない、みんなで人育てをするというような形の中で、みんなで汗を流したり、みんなで同じ聖書の言葉を聞いたり、みんなで食事をしたり、そしていろいろ語り合ったり、そんな中でこの主の山には備えがあるという言葉がいつも響いていたように思います。神様は試練を与えられますけれども、しかしその試練には同時に解決の道が必ず備えられているということなんです。私たちはいろいろなことで大変な試練に遭うでしょう。生きている限り問題や悩みのない人生などはありません。どこに逃げたとしても、そこに同じような、また似たような、あるいはもっと大変な試練がやってまいります。しかしぜひ覚えていただきたいんです。どんな試練が私たちに襲いかかってきたとしても、本当に耐え難い、もうダメだと思うことがあるかもしれません。あるいはもうここで俺は死んでやるという、そういう捨て鉢に、自暴自棄になることも何度もあるかもしれません。しかしぜひ覚えていただきたいです。主の山には備えがあります。試練の中には、試練のただ中に脱出の道、出口が、解決の道が備えられているんです。それを乗り越えることができる、それに勝利することができる、そういう道がちゃんと備えられているんです。その時の私、その時のあなたに神様はちゃんと配慮して、その時本当に心を尽くして信仰を働かせていくならば、その時こそ心を尽くして自分に頼るのではなく、誰か鼻で息をする人間に頼るようにするのではなく、心を尽くして神様だけに頼る。神様、本当に助けてください、よろしくお願いします、どうか神様助けてくださいと心を尽くして主により頼む。その試練の苦しみのただ中で、本当に真剣に天の神様に向かって、イエス様に向かって、十字架に向かって祈るならば、その備えられている解決の糸口、脱出の道、出口が必ずや見えてくるでしょう。そしてそれは信仰を持って一歩進んでいく、信仰を持って進み続ける、前に従い続ける、その延長線上で主の山には備えがあるということを体験することができるということですよね。結局信仰がなければ何も始まらないんです。この杉田キリスト教会の今年の標語聖句にしたい言葉は、ヘブル人への手紙の、言葉なんですけどもね、ヘブルの11章の言葉です。近々行われる、教会総会で承認されましたら、正式な、今年の標語聖句にしたいと思っておりますが、ヘブル人への手紙11章の6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は、神がおられることと、神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。これはつまり、
神様は必ず備えをしてくださっている、主の山には備えがあるということを信じるということでありましょう。どんなに理不尽な、どんなに無理難題に思えるような、そういうことを神様に言われたとしても、本当に神様をその時こそ信じて信頼して、一歩二歩三歩とその神様がおっしゃった言葉に引き従ってオバエをして、その方向性で前に前にと進み続ける、その時に主の山には備えがある、ああ神様ちゃんと備えてくださっていた、耐えられない試練に合わせないと約束されているけれども、本当にそうだった、乗り越えられない試練がない、神様はちゃんと私たちの力量を、その時の信仰の強さとか体力とか、その全てをご存知で、心を尽くさなければ無理かもしれないけども、心を尽くして主に寄り頼むなら、その試練を乗り越えていくことができる備えをすぐそこに、試練とともに脱出の道を備えていてください。これが聖書が語っている、聖書が約束していることではないでしょうか。私たちはさまざまな形で人生の荒波の中で、人生の嵐の中で右往左往すると思います。そしてどうしようどうしようと不安や恐れの中で、もうダメだと何度も諦めることがあるでしょう。もう自分の力に頼れない、もう自分の知恵に頼れない、自分の無力さに気づく、その時がチャンスです。その時に高慢にならずに、心を尽くして主に、主なる神様に助けを求めるのです。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るなら、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされる、そんな約束の言葉も聖書にあります。結論を見てまいりましょう。アブラハムさんの神様は、アブラハムさんが信じていた神様は、一人子を与えられる神様です。天の父なる神様なんですけども、その天の父なる神様は、愛する一人息子を私たちのために、あなたのために、罪人のために与えてくださる、そういう神様です。それがクリスマスであり、それが十字架です。それがキリストであります。神は実にその一人を愛する、たった一人の大切な大切な大事な大事な一人をお与えになったほどに、ようあなたを愛される、それは御子、その神の一人をイエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、聖書ははっきりと語ります。ヨハネ福音書3章16節の言葉です。神様は実にその愛するたった一人の一人息子であるイエス・キリストを与えられたのです。それがクリスマスであり、十字架へと向かって、十字架で死ぬためにこの世に与えられた一人子で、父なる神様にとってたった一人の大切な大切な一人息子、イエス・キリスト。神様は、天のお父様は、その一人息子を与えられる方であります。それほどに罪人を愛しておられます。あなたをそれほどに愛しておられます。どうしても地獄に行ってほしくない。何とかして天国に入れたい。何とかしてあなたの罪を全部清めて、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命をあなたに与えたい、プレゼントとし、そのために世界で最高のクリスマスプレゼントとして、イエス・キリストという神の一人子があなたに捧げられたのです。それがクリスマスです。クリスマスにお生まれくださった神の
一人子イエス様はやがて十字架へと向かっていかれました。そして何も悪いことをなさりませんでしたが、あなたの罪の身代わりに、あなたの罪が許されるために身代わりとなって、あなたが受けなければならない悪い報いを全部十字架の上で引き受けてくださった。それが十字架の意味です。一人子を与えられる神様は、信仰を試すためにあなたにも試練を与えられるでしょう。しかし試練とともに主の山には備えがあります。試練のたらの中に神様が備えてくださっている脱出の道、乗り越えていく道、勝利への道が備えられています。その時にこそ鼻で息をする人間を頼りにせずに、自分自身や他の頼りになりそうな人を頼りにせずに、ただ天の神様だけに、ただイエス様だけに助けてくださいと泣き叫び、心を尽くして主により頼むならば、信仰によってそのテストを見事に合格していくことができ、信仰によってその試練を見事に乗り越えて勝利していくことができる。負け犬ではなくて勝利者、アンダードッグではなくて本当にビクトリーを手にすることができる、そういう勝利者へと主が高めて引き上げてくださる。そのことが結論になります。今日メッセージに応答して、死の涙ですね、この歌を賛美していけたらと思います。心に迫る父の悲しみ、愛する一人子を十字架につけた、人の罪は燃える火のよう、愛を知らずに今日も過ぎてゆく、十字架から溢れ流れる水に、それは父の涙、十字架からあふれ流れる水に、それはイエスの愛。Thank you.
てほしいと十字架から溢れ流れる水それは父の涙十字架から溢れ流れる泉それはイエスの愛十字架から溢れ流れる泉それは父の涙十字架から溢れ流れる泉それはイエスの愛宣伝をして終わっていきたいと思います、スイートキリスト教会のホームページ、見てくださったことがあるでしょうか、ほぼ毎日のように配信をしております、ラブスイートで検索してみてください QR カードコードが読める方は、この QR コードを読んでいただくとそのままホームページを見ることができます週報とかにいつも載せているものです、ラブスイートラジオ、去年の3月3日から始めております、日曜日の礼拝の様子とか、この福音の喫茶の様子とか、水曜日の聖書と祈り会の様子などを今主にしております。時々、その他のこともやっておりますが、ぜひ、ポッドキャストですので、ネットラジオですので、登録してみてくださればと思います。日曜日は、集まる形での礼拝も続けております。10時半から、また、夜8時から、夕礼拝も一番近い駅は東武動物公園の駅です。宮代町にありますが、その東口から出て、フルトレ川を渡っていただきますと、スイート町に入ります。旧日光街道ですね、本陣跡地前まで行って、そこから右に曲がって、スイート高校、そして JA に向かって、役場に向かって、日光街道を歩いていただくと間違いがないかと思いますが、慣れた方は川沿いに歩いて、お蕎麦屋さんの横をくぐり抜けてきていただくと一番近い道になります、駅から迷わなければ歩いて10分ぐらいで来れる距離になっておりますバイパスではない4号線も近くに走っておりますスイート町、宮代町近辺の方、春日部とか幸手とか白岡とか久喜とか、そういう近辺の方々ぜひ遊びに来ていただけたらと思っております以上で福音喫茶終わっていきたいと思いますが週末から新しい週に向けて、皆様の上にあなたの上に神様の守りと祝福と導きが豊かにありますようにとお祈りいたします、今日も見てくださりお聞きくださってありがとうございましたそれではまたお会いしましょう God bless you